山口市議会は山口県の県庁所在地である山口市の議会。議事堂は山口市役所議会旨。本校では山口市議会と前身である山口町会、山口市会についても合わせと述べる。山口市議会は主権者である山口市民により議会議員選挙で選出された議員で構成される市の行政、議決を行う機関のことである。 1889年に発足した山口町会を経て、1929年の市政施行とともに成立した。感染制度の元市議会議員30人が選出され、第1回山口市議会が開かれる。第二次世界大戦後の1947年、地方自治法が施行され、同年4月民選制度による第1回市議会議員選挙が執行された。 2016年5月現在、議員の任期4年、定数34人。議会を運営する市議会議員は、2014年4月27日に行われた選挙により選ばれ、任期満了を2018年4月30日までと定められ、同年度中に選挙執行が予定されている。議会は、3月、6月、9月、12月の1年に4度開催される。 定例会と必要に応じて開催される、臨時会の2種類の本会議で議員を招集することを、山口市議会の定例会の招集時期を定める規則、などの条例で定めている。議会を代表し、議会秩序の保全、順序などの本会議運営、議会事務の処理などの務めを果たす役割として議長が、その役割を補佐ないし代理する務めを副議長が担う、ことを定められている。 定例会ごとに広報、山口市議会だよりを発行している。1888年4月25日に町村制が交付され、翌1889年に内務省より認可された山口町が誕生し、町会が成立した。当時の町会は公民によって形成され、2年以上山口町に住居を構え、 直接国税を2円以上納める男子子主に地方参政権を与えていた。任期6年。明治、大正の二度にわたる合併を経て、1929年4月10日、吉木郡吉木村を編入し、町村制から市政に移行し、山口市会を発足させた。第二次世界大戦後、1947年地方自治法が施行され、 同年4月民選制度による第1回市議会議員選挙が執行、山口市議会が誕生した。1961年に山口市役所が完成し、1977年昭和52年に今の議会棟が建設された。2006年に議会広報として山口市議会代寄りを創刊した。平成の時代において周囲五町と合併し、 新生山口市議会としての議会選挙を施行し、現在に至る。二度の合併では、2008年3月28日に、山口市議会は2007年1月22日の田中、幸高チタ町長とアト町議会議長からの合併協議の申し入れの受け入れを表明した。山口市、アト町合併推進協議会を設置審議し、 2010年1月16日の合併を経て新たな市議会が開かれた。合併後の本会議は、同年実施される選挙までの期間を、旧和党長町議会議員を合わせた47人の議会運営が執行された。2013年9月での定例会で7月28日に発生した豪雨被害に対する予算が組まれた。また、 この本議会からインターネットによる録画中継が始まる。歴代山口市議会議長、副議長山口市議会は、山口市役所に位置し、議会棟の2階に、議場、3階に39席分の傍聴席、市役所本庁舎2階に、市政記者会見室、3階に、政府の議長室と、委員会室並びに、図書室、格闘派別の個室などが設けられている。 1977年春工。議会旨の米床面積1072平方メートル。市議会の下部組織として議会事務局がある。議会活動における事務処理などの補助機関としての役割を担う。本会議や委員会の会議録や資料の作成、姿勢の調査、議会広報や議会図書室などについての業務を一方、 議事課は、市の行政への意見や要望に対する事務などの業務を行う。市議会には、本会議とは別に専門性や効率化を図るために、地方自治法と条例などの規範に従い、常任委員会と特別委員会及び円滑な議会運営を協議する議会運営委員会を設置している。常任委員会は、任期を2年、定数を8内祝院に定めた、総務。 教育民生、生活環境、経済建設の4つの常任委員会をまとめた名称であり、各議員がいずれかの委員会に必ず所属しなければならないことを定めている。また、委員会は委員長が招集するが、委員の半数に満たない場合会議を開くことはできない。特別委員会は必要に応じて設置、審査を行う委員会であり任期は審議終了までである。 2016年現在、特別委員会は置かれていない。2016年5月現在、議会には、県王創造政府会、県王創造維新会、公明党、自民クラブ、日本共産党、市民クラブ、村立からの会の合計7つの会派が存在している。渡辺住田市政では、自民党議員、公明党議員などが、議会与党を形成している。 山口市議会議員は公職選挙法に基づき4年に一度満20歳以上の山口市在住で引き続き3ヶ月山口市に住所を有する選挙権のある有権者による投票によって選ばれる。非選挙権は満25歳以上の市議会議員の選挙権を持つ者が立候補することができる。1ヶ月の議員報酬は一般の議員が44万9000円と 県庁所在地の市議会で最も低い。また、副議長が48万円、議長が557、例円、期末手当は年2回、おのおの6月期に1.150月分を、12月期に1.165月分が支給される。市議会は、2005年10月1日、山口市議会政務活動費の交付に関する条例を、地方自治法にのっとり策定。 施行を施行した。条例で、政務活動費は、会派に所属する議員一人対し、政務活動費として、年額36万円を支給される。年度が明けた4月30日以内に、領収書を添付した1年間の収支報告書は、各会派の代表者によって議長に引き渡し審査され、市長に提出されなければならない。残った、政務活動費は、 収支報告書提出後30日以内に市長にすべて返す義務が定められている。近年において返還された政務活動費の残額は平成26年度が計170万7169円、平成25年度が110万7323円、平成24年度が167万8527円。 平成23年度が189万2456円。平成22年度が132万8697円。平成21年度が318万3083円。平成20年度が274万6527円。平成19年度が392万5363円。平成18年度が169万9100円と。 報告された。2014年7月3日、議員の沢田正幸が、釣具店で浮きを万引きした疑いで逮捕された。また覚醒剤の陽性反応が検出され、7月4日に再逮捕されている。議会の定数は、2004年12月24日、地方自治法第91条第7項に基づいた、礼儀が施行され、34人と制定されている。 山口市議会議員選挙は四年に一度、山口市全にを選挙区とする大選挙区制で取り行われる。前回は二千十四年四月二十七日に実施された。二千十四年山口市議会議員一般選挙当日、有権者数十五万四千五百二十九人最終、投票率四四十九点三パーセント、定数三十四人、立候補者数、 45人2010年山口市議会議員、一般選挙当日有権者数、15万4938人、最終投票率 55.、55.98%定数、34人、立候補者、数、49人2006年山口市議会議員、一般選挙当日有権者数、14万6820人、最終投票率 60.、60.04%定数、 34人、立候補者、数、53人山口市議会では、山口市議会規則第152条において、議場会や委員会の会議室に入る際は、帽子、街灯、襟巻き、杖、傘などを持ち込むことは禁止している。小川国春、県市35山口県の歴史山川出版、1998年3月25日。 ISBN 9784634323513ありがとうございます。